おはようございます。なんと今日は遠征です。太平洋クラブ六甲コースにやってきました。やっと来ましたよ、関西の太平洋に。ずっと来たいとは思ってたんですよ。せっかく会員になったんだから。なかなかこれです、念願かなって。やっと関西に来れました。今日一緒に回るキャディの長谷川さんです。よろしくお願いします。太平洋の中ではここが一番難しいって聞いてきたんですけど。あら広いのは広いです。おー、じゃあいいっすね。あのこれあります。普段はアウトコースはちょっとトリッキーですけれども、インコースの方はもうなだらかです。なだらかです。今日はなぜか知らないですけど兄弟出演になっちゃいました。はい、なんで兄も一緒にランします。頑張ります。皆様のお目を汚しながら頑張ります。今日あれ100切り目指したことですか。あ、ゴルフ1年半で100切りできるか、はい、いいですね。切ったことはあるけどね。はい、では頑張りたいと思います。よろしくお願いします。クラブハウスがめっちゃ綺麗。18番最終回。なんかあの青い屋根特徴的ですよね。なんか鍛えたんで美しくなってる。そうなんですか。なんかレトロな感じで雰囲気が ね、はい、やばい、広い。あ、もう始まったでしょ。広いですね。いいですね、はい、いいですね。今日は兄からのスタートです。よろしくお願いします。お願いします。新しいクラブですか。そうです。どうですか。心さんにこのクラブは難しいって言われたクラブの使い心地を取材。うん、よいしょ。浮くね、結構。飛んだ飛んだ。よく飛ばれて。ナイショー。ありがとうございます。結構浮きますね。高く上がりますね。大地だ。安全なとこに置いたんじゃないですか。そうですね。うん、100を切るには、うん、コースマネージメントが大事だと思うので。あ、そうなんですか。はい。無理をしないことです。自分で嫌だなと思ったらもう思い切って刻んで、うん、3打目を狙っていく。ようにしてほしいなと私は思います。あとやっぱグリーン周りの行ったり来たり、あ、それね、がかなり課題なんではないかと。あ、今日はカメラ回ってるからそうなるだろうね。ロングですか、いきなり。これ520。あ、いきなりロングホールだったんですね。広い広い。これは素晴らしい。6校の実況とともにお送りしています。上がってるんですね。セカンドショット、何番ウッドですか。5番。右だけ気をつけてください。あの奥の右バンカー方向がベストだと思います。めっちゃ左来た。奥の右バンカー方向がベストだと思いますって言ったんですが、全然左です。ちょっと あんなに左行ったのにセーフですか。はい、セーフです。いいコースだ。なんであんなボールの場所。いや、打ちに行っちゃってるからだよ。手で右肩突っ込んでる。ああ、上、枝めがけていって枝抜けるか。枝目がけて本当は下の方がいいけどね。上に行きたいんだったら、お、上行った。左行っちゃった。まあ大丈夫だけど。あ、越えた。越えました。いいじゃん。そう、どう今の方向悪し、高さは出てたけど。はい、ありがとうございます。出ました。行ったり来たりしています。お、いいよ、8フィートだから OK。 ほら晴れてきたよ。今日はジョジュエンスタイルでやろうとしてます。スタイルなんと私今日はレディースティーでやってます。太平洋のメンバー
バーの女子の方にもぜひ来てもらいたいので、よし、よいしょ、まっすぐ行った、杭の根元、じゃあね、バンカーの先だ、ラフが深いから深くて、ね、止まった、ラフが深いから球が止まる、だいぶもさもさや、いや多分負けるこれ、150くらい打たないとダメなんじゃない、いやでもフライヤーもあんのよ、ああ難しい、私はね、あの花道狙って打ちます、さすがや、いや今日はラフの戦いになりそうだ、当たっちゃった、花道行きました、行った、行ったでしょ、なんか見えなかったけど、うん、落ちたんじゃない、木に引っかかったかも、木に引っかかって落ちた気がする、下に、ヤシン、軽くね、いや短く持ってれば別にそんなに振っても飛ばない、わー隣です、はい、ありがとうございます、隣です、大きくゴルフ場を使っております、フェアウェイに戻すことが大事、一旦無理するとまた3打4打5打っていっちゃうと思いますよ、ここはかなり難しいです、こういう風にドッグレッグして池を越えてピンがあるのは、なんとこの右の奥です、難しいね、手前に池があってぐーっ、こういう感じですね、難しいですね、かなり戦略性があります、8番アイアンでそっち狙うんですか、ピン見えますか、隣のコースにいます、どうなることやら、池に入るんではないかと、そうしていますか、どうだ、うまく打ったのか、お、乗ったじゃん、ナイス、なんとこういう戦略じゃない、や方法もあるみたいですが、あの隣のコースから打つのは結構打ってるからね、ちょっとカラーですが良かったんではないでしょうか、なんとセカンドのラフがきつすぎて池に入れました、持ち直してピン横につけたんで、あれを入れてボギーにしたいと思います、太平洋ロッコはかなり戦略性がありそうです、うん、まあラフがね今ね伸び伸び伸びくんなんで、ちょっと女子にはきついかなと思います、ランが出ません、スライス、多分スライスけど、おお、ナイス、 OK だけど、 OK だけどやってみたら、ナイスパーパーか、最後までご視聴いただきありがとうございました、他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください、コメントと高評価もよろしくお願いします。